はい、こんにちは、ケイソです。どうも、こんにちは、ハネムーンです。どうですか、最近シャドーバースの方は。まあ、楽しくやらせていただいてますけれども、なんか君、ネクロマンサーからネメシスになっちゃった感じがします。ネメシス楽しいんだよ。あ、そうなんでもね、あのネクロマンサーもさ、まあ、今回新しい能力がなんと2つも追加されたということで。あ、まあまあ、まあ知ってますけど。あ、知ってる？うん、そう、リアニメイトと曹操というんですけれども。あ、曹操っていうんだよね。あ、名前は聞いたことあるんだけど、うん、リアニメイトよくわかんないんだけど。あ、わからない。いや、俺使ったことないしネクロとか。なるほどね。うん、リアニメイトっていうのは、そのリアニメイトの後ろに、まあ、リアニメイト、まあ、例えば2とか、はいはいはい、リアニメイト3とかついてるのね。はい、で、その効果が発動すると、そのリアニメイトの後ろについてる数字のコスト以下の今まで破壊されたフォロワーの最大コストのフォロワーが場に出ると。ほう。例えばだから、リアニメイト2ってついてるカードが発動したら、今までに破壊されたコスト2以下で最大コストのフォロワーが場に戻ってくるって感じですね。あ、なるほどですね。まあ、つまり墓地に送られたフォロワーが復活するという感じですね。ああ、なるほど。あんま、うん、でもせっかく追加されたのにあんまランクマとかで見ないな。あのスカルリングぐらいかな。ああ、そうだね。スカルリングで出てくるから。ああ、そうね。スカルリングは、まあ、ラストワードでリアニメイト2か。なんかしょっちゅうベレネス出てくんなっていう感じはしましたけど。そうね。事前にベレネスがそう破壊されているので、はい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 、コストまあ2以下だからね。あ、そうだ。そう、ベレネスがまあ復活するという感じですね。あ、そういうことか。俺てっきり虎の穴の知り合いかと思ってどういうことなんかあるじゃん、そういうアニメのグッズ売ってるような。あー、大丈夫、その名前はリアニメイト。なるほどね。違うな。違う違うな。俺1回だけ行ったことある。下敷きを1回買ったことある。そんなことで下敷き買ったことある。そんなことで。そうかそうか。まあいつかね、でもリアニメイトとか使って、はい、まあ対戦できたらいいなとは思ってます。リアニメイト対決、ね、そう、まあいつかね。あ、まあ、まだ買っ、いいですね、いいですね。今やりましょう。すぐやりましょう。何その顔は。いやいやいや、うん、だってないもん、リアニメイトのカード全然ないよ。だからなんかギリリアニメイト対決的な、うん、ギリリアニメイト対決、うん、またそういうのやんの。本日のルールは、はい、まあギリリアニメイト対決、はあ、ルールを説明しましょう。ほう。一度バトル中に破壊されたフォロワーでしか、うん、相手リーダーにダメージを与えられない。どう。あー、なるほど。じゃあリアニメイト、まあある意味リアニメイトのカードを使って復活したみたいなね。そうそうそう、そんな感じで。まあこじつけだけどな。まあまあまあ、2体目ってことですよね。そう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 。だから1回殺す必要があるんだな、はい、自分のフォロワーを。だからまあネクロ有利かもしんないけど、うん、まあでも決してそんなことは他のリーダーでもまあねできるよと。まあネクロのリアニメイトカードまだ3枚しかないからね、うんうん、例えばフェアリーでさ、うん、1回しフェアリーで1回死ねば、うん、もうその後に出てくるフェアリーは全部攻撃できるから復活したっていう、うん、まあ、イメージで、イメージでギジリアニメイトということでね。そう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 。そんな感じで、まあ攻撃するならば一度、うん、あの破壊する必要があると。なるほど。消滅はダメね。そうね、消滅したら、うん、まあそれは脳幹、まあ、消滅され消滅したら、まあ、破壊ではない除外だと。除外だと、はい、遊戯王の名言も出てきてな、うん、ということで、そんな感じでよろしくお願いします。じゃあ、はい、デッキを作っていきましょう。はいはい、じゃあデッキ作っていきましょう。はい、まあネクロマンサー対決、いや私は使わない。ネクロは使わない、うん、要は一回壊して攻撃の機会が多ければいいわけだから、うん、え、大丈夫ですか。いや、これ強えよ。ほう、うん、どうやって勝つのかとても怪しいところではあるんですけど、はい、まあなんとかできました。どうやって勝つんだこれ本当にいいんだよ、作り直しいや、いけるでしょ。いけるかい。うん、これは割と、うん、縛られないと思う、この今回の。はあ、なるほどね。うん、対決において縛られることなく、縛られることなく普通に動けるんだけど、うん、普通に弱いっていうさあ始まりました、はい、疑似リアニメイト対決ということで、はい、一度破壊されたフォロワーでしか相手リーダーにダメージを与えられないというものです。はい、さあ本当に ルナちゃんできたのね。もちろん、はい、ルナを守ってね。私は
こんな感じです。ダメだあ、きちいなこれ。なんだ、エルフか。エルフだよ。まあエルフ、フェアリーか。まあまあフェアリーは、うん、ね、一回殺されればフェアリーいくら出してもね、うん、全部攻撃できるよっていう感じなんで。なるほどね。まあ最初の一匹をね殺すのがねあれですけど、あとね殺されたカードをね覚えてなきゃいけないんでまあね、お互い今、まあ、大体覚えてるだろうけどね。メモ用紙がメモりながらねありますね。やっていきますけれども、あ、どうすっかな。まあエンドにしとくか。いや、エンドだな。なるほど。いや、慎重だよ。だ、死なれたら大変なことになる。早速、ね、私じゃあフェアリーを、はい、まあこれはまだ一回もフェアリー死んでないので攻撃できませんと。遠征の森か、手札に戻った時。あ、さあどうしてくるか。ランダムの相手フォロワーに対にしたメージターン終了時フェアリー。こいつ強えな単純に。いや、ここはでも、はい、一旦エンドしておいた方がなるほどいいのでは。なるべく殺さない感じでいくのね。うーん、迷うんだよね。まあまあ確かに何もしなければお互いドローだけど、自分が勝てないからな。行くか、行くわ。ほう、出す、書いた、出す、最強のカード。なるほどね永遠にアルティメットキャラとか出続ける。はいはいはい、よう考えましたね。ああ、なのであれば、はい、お言葉に甘えてフェアリーを。フェアリーと、そうね、フェアリーで、どうしようかな。まあ出して、何して遊ぶの。うーん、そいつはもう顔を殴れんだよな。もう顔を殴れますね。墓地から蘇ってきたフリフリです。はい、あー、いっぱい加えた。リアリメイト成功です。いっぱい加えるね。リアリメイトどこかな何がリアニメなんだよ。大成功です、リアリメイト大成功ですね。え、俺は殴れないんだな、こいつ。殴れないよ、カエル様。まあフェアリーには攻撃できるからね。そうなんだ、はいはいはい、じゃあ死にに行くか。なるほどね。で死にに行って、はい、カイザが、カイザが加わったと。加わったと。じゃあカイザ加えとくかななるほどね、せっかく攻撃できるのであればそう、カイザちょっととりあえず一旦加えておいて。はいはい、さあまだこの人参は攻撃ができない。そうですね、ややこしいなこれすげえややこしいな。よよ、あー来るね来るね、よあー来るね来るね。はい、おお、ね、なるほどね、はい、いやーどうすっかなこれ。人参は攻撃できない。あー、なるほど。まあ人参は一回死ぬ必要がありますね。そうだね、はい、一回死んどくか。まあそうだよな、一回死んどくかってすごいね一回死なないと話始まんないからな。何の話なのかみたいになってくるから。まあ確かに辛いよ。さあでもカイザも攻撃できるし、そう、ただまあ人参やだ、よろめく死者を出した。そうだね。あ、そうあ、君まだフェアリーしか死んでないけど大丈夫フェアリーさえ死ねばいいんだ俺は。なるほど、うん、フェアリーさえ死ねばいい。うわ、こうして、ああ、こうですさあマジかマジか、はい、フェアリーは死んでるんでマジか俺はあれでもフェアリーしか殺すつもりないよ俺申し訳ないけどマジか、あとどうでもいいんで、はい、すごいな、はいはいはい、本気じゃん。本気だよ。んー、じゃあまあその場はいいので、はいはいはい、こうしてこいつヨロメクしてはまだ死んでないんだよ、ね、そうですね、攻撃できないですね。じゃあどうしようかな、うん、死んでもらうか。さあ死んでもらって、なるほど、両方片付けて、両方片付けて、はいはいはい、なんかあんまりあれだな、あんまり動揺してないだと。なんだっけなんだっけ、なんか死んだよね。何が死んだんだっけ今。妖精の刺激者ね。そうですね、刺激者が死にましたね。妖精の刺激者ね。さあ OK、 まあ刺激者攻撃するつもりないんで全然、まあ、いいんですけど、まあまあまあ可能性あるからね。はいはいはい、はい、で俺ネクロアサシンはまだ死んでない。まだ死んでないですね。まだ死んでない。ああ、じゃあカシオペアで。カシオペア。でこれでネクラサシも攻撃できるようになったらね。なるほどね。うん、もう大変だこれ。さあどうぞ。いやーどうすっかな俺。頼む。ドロー来てくれ。来たーマジか。マジそんないいよ。よし来た。来た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 。なんだなんだ。さあ。死ねー、なんだこれ、死ねー、ギルガメッシュ、わお、ギルガメッシュが
8ターン目にならないのに。ギルガメッシュが死んだぞ。はあ、そういう感じか。お前カシオペアが死んだか。さあカシオペア、さあ面白いね。こっからだ、こっから。さあここから始まる。なるほどね、俺の戦い。よし、あぶねー。最初に想像来なかった時どうしようかと思った。いやここで成功してよかった。ただお前の場えぐいな、すごいことするね。はい、天童。なるほどね、はい。まあまあそいつは死んでないからな、手札に戻っただけで。そうなんだ、ね、破壊はされてないから。アヌビスは死んでない、はい、OK です、 OK です。今が8ターン目。そうだね。ということはさあリアニメイト蘇れ。さあ失踪だ、ギルガメッシュだった。さあ死んでるからる、ね、買おう。はいはい、いいじゃないですか。さあこれで、あそうだな、あやはり取るか迷うな。さあどうしてくる。エンド、エンド。取らない、取らない、取らない、怖いけどね。あロッキー、神々のロッキー。ジュース飲みながら驚くね、むせるなお前。ロッキーロッキーだ、ロッキーか、びっくりした今。ロッキーか、あそっか、ロッキー、それもロッキーだよね。まあギルガメはもともと死んでるんで意味ないけど。どうしようかな、フェアリー死んでるから顔いけるんだよな。顔いくか。なるほどね、あ顔いくわ。オッケー。さあキャロットも死んでるけど。そうだね、キャロットも顔に来れるね。オッケー、じゃあケリドウェン。はあ、さあ進化。なるほどね。さあ出てこい、ギルガメッシ ュ, ッシュ。それ合ってんのかそれ。さあギルガメッシュ、ムクロノーでやる動きじゃないか。あしかもケリドウェンまさか死んでくるつもりか。いや、あさあギルガメッシュ。めちゃくちゃギルガメッシュじゃん。ギルガメッシュ、ニンジンも殴れる。でもロッキーは死んでないから気にしなくていい。ニンジン顔、はい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 、こいつはこっちにと攻撃しておこうかな。なるほどね。はい、エンドです。あ、面白い面白い。面白い面白い。俺のギルガメッシュ過労死デッキ。なるほどね。じゃあもちろんそのギルガメッシュは倒さなきゃいけないな。まあそうだね、うん、倒して、まあごめんね、いっぱいロキね、そっちね、ダメージ与えてくれたんだけど。はいはい、前回前回かい、そんな行くかい。ロキ、ロキか。いや2回目はえそっか。うん、危ない危ない、びっくりした。そうか、そうだよ、そういうことか。あ、まあでもいい回復です、うん、いい回復です。うん、びっくりしたびっくりした。あ、まあまあまあ、まあ、前回には届かないが。そういうこともある。で、別に、進化する必要はないね。ケリドウェンは殴れない、ウルズも殴れない。はいはい、どうしようか。なるほどね、そっか、墓地がもうゼロ枚になってるんだな。そうなんだよ。じゃあ待てよ、人参で顔、いや待てよ、先に引くか。まあ待てよ、そのエルフクイーンも邪魔だな。エルフクイーンも殺してくれるのかい。エルフクイーンは、はい、打点していただいて。あ、消滅か、はい、消滅だ。いや死んでない、打点しか墓地なんだよ。あ、まだ俺くついから打点し攻撃できるのか俺。やったわ。さあじゃあとりあえずデモイタでウルズを殺したので、ウルズ追加ね。はいはいはい、ウルズ。さあで2枚引いた。あーでも来ないか。人参は顔に来れる、ケリドウェンはいけない。まあもう一回じゃあデーモンイーター、まあ、デーモンイーターで追加、ね、デーモンイーターね、はいはい、満足したわ、まあ、これな。来ないな、マジか。人参置いて人参で買おう、はいはいはい、いやきついな、マジか。くそ、もうちょっとだと思ったのに。いやなんか余裕だなと思ったんだよな。なかなか決め手がないですね。さあどうだい、森の石全滅していただいて。多分低いな俺の場。ですね。まあでも人参が2枚手札に来ると、遠征の森を出しておいて、レターンエンドですかね。でエンド、はいはい、加わって。なるほどね、ケリドウェンが加わったのね、そっちはね。さあ、よみがえれギルガメッシュ。また来るのかよお前。ギルガメッシュよみがえっていただいて、カストールも出しとくか。さあ、これでカストールはもう一回ギュッかけてくる。エンド。なるほどね。
すごいな、こんなにギルガメッシュ殴ることあるかな。すごいな、ギルガメ。ギルガメッシュ、どうしようかな。ギルガメッシュは倒しといた方がいいんじゃないの。そうだね、ギルガメは邪魔だね。もう残しててくれたらまあもう一回殴るんですけど。妖精の刺激者、あ、出た、一応殴れるやつ、一応殴れるやつ。フェアリー、いや、フェアリーきついな。フェアリー2体で殺されるのが、フェアリー、後ろ、で、これは顔を本顔を、顔で、刺激者進化だな。あー、なるほど、刺激者を殺してくるパターン。刺激者進化で、でギルガメで、取って、カストールは死なれると困るんで生かす。はあ、戻ってきてもらうと、はいはい、あー、うまい。あー、で、うまいな。エンドかな。エンドか、はいはいはい、はい、いやきついぞ、意外と。俺もきついよ、意外と。でも妖精の刺激者戻ったんでしょ、今。妖精の刺激者死んだ。あ、死んだか、そっか。戻したのはフェアリー。危ない危ない、うん、ってことはあと1。うわぁ、微妙これ。さあどうする。あー、まあとりあえずフェアリーには全滅していただいた後でどうするかだな。待てよ、回復。いやー、まあ平気だろ。いや、妖精の刺激者来たら負けだな。まあまあ、刺激者いるね、一匹。もう一人、もう一匹どっかにね、いるはずだね。3枚入れてるとすれば、もう一匹いたら負けだからな。それが手札にあるのか、山札にあるのか。いや、これきついな。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 。ゆっくり考えろ。アルティメットキャロット、はいはいはい、ネクロアサシンでぶっ殺して、いやこれ合ってんのか俺。打点して、あらららら、そっちが。さあ進化すっか。なあ、面白いね。そんなことしてくる。ちょっと回復しておきたいよね。なるほどね。はい、エンド。はい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 。いやー、すげえことしたな今。我ながらすげえことしたけど、さあどうだい。フェアリー。はいはい。何って遊ぶの。どうぞ来てくれ。フェアリー、茨の森。さあ、俺の伝説のカード、キターニア。妖精強化。やべえ。やべえ。まあ殺されるとは思ったが。で、ターンエンド。お前もまさか。打天使が。打天使が。お互い打天使が使えるようになるとはな。打天使がね。そう、そういうカードが来ない。不死者はカストール不死者攻撃できるね。ネクロ、あ、まさか、あ、そっちか。まあ、それでもいいんだけどさ。はいはいはい、うん、エンド。いやきついな、緊迫するよそれ。これなんかもう、なんだろう、ワンターンキルみたいなデッキじゃねえかよ。まあそんなことないよ。いや、巻いた。違ったんだ、打点。エリン。クリスタルと共に生きる。すげえ。すカードパワーがあるな、マジで。進化。ああ、切ってくるか。で、ネクロアサシンは厄介。なので、取っとく。で、カストールを殺すと、動かれると厄介なんで、妖精の絆で戻っていただきましょう。あ、しかも、エリンが戻ったか。エリンいいね。うまいな。いや、ヒリヒリしてきたね。ヒリヒリしてきたよ。ヒリヒリしてきましたね。どうすっかな、これマジで。ヒリヒリしてきたよ。アルティメットキャロット、カストール、はいはい、アルティメットキャロット。おーおーおーおお。はい、エンド。はぁ。カストールまだ死んでないの。ほんとだよ。カストールまだ死んでないのか。クリスタルと共に生きる。エリン。フェアリー、フェアリー進化。この任務もこれで終わりだ。ついにカストール先生が、いや、にじみしますよね。さあどうしようかな。まあ人参は顔いけるんで。そうだね。あ、進化権消費されなかったか。そうだね、フェアリーなんで。いやどうする。
うわあいつ強いな。やっぱ予測はしてたが手札がなくなるな。あら、じゃあこれかな。これ使って早々しよう。その魂を図りに乗せる早々でエリカチェリー。ほう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 。でまあ人参は顔いける。カストールも死ぬ。なるほどね。カストールも死ぬ。カストール追加で人参は顔、人参出す。なるほど。でアヌビスは死んでない。アヌビスは死んでない。そう、カストールさんだけ追加ね。なるほどね。でエリンが死んだよね。今のエリは死んだ。まあ一応エリンも顔に来れるか。オッケー。シンシア、キッシンシア、シンシア押してまいります。まあ進化して、いやーてか進化しすぎじゃない。辛いんだけど。カストールグッドエンド。いやーきっちい。手札なくなってきたね。まあ確実にロキであいつは通る。ロキ、あロキじゃねえや、アヌビスね。アヌビスでシンシア通る。でこれでシンシアとアヌビスがお互い追加されたと。そうで俺はこのターン生と死の逆転でまたギルガメスさんに登場願ってウルズでもう一回ギルガメス先生に登場願って殴って、さあどうしようか。顔、いや盤面取る。エンド。なるほど。さあもうどうしようもないだろうと思うじゃん。なんだよ。思うよね。俺もそう思うよ。マジで？まだある？まあまあなんとか生きるんじゃないかっていう思いはあります。しかもこいつ攻撃できるからな。攻撃できるからな。こいつ気をつけろよ。なるほどね。ほっといたら飛んでくぞ。なるほどなるほど。しかし俺の盤面全員攻撃できるのか。全員攻撃できる。あらららららまあとりあえず、はいはいはい、待てよ。これどうにかなんねえかな。リーサルがあるありそう。とりあえずギルガメッシュ、はい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 、顔これは確定だろう。いやコスト足りねえや。全然足りねえコストが。やめよう。なるほど。うわ待てよ。エルフクイーンをどうにかしなきゃいけない。エルフクイーンどうにかしなきゃいけない。いやじゃあこれはいいんだ。ウルズ、あギルガメ、ウルズギルガメッシュ、ギルガメッシュで殴るでしょ。でギルガメ活躍するね。こっからどうすかな。エルフに殴れんだよね。オッケー。じゃあ打点していただいていいのか。俺これ顔殴れるぞ。さあさよなら。もちろんね。さあでこうでこうだ。なるほどな。さあ今度こそ、さあもう今度こそどうだ。考えるだとこの場で。いやないな。ない、これしかない。あーないダメだ。やったー。決まりましたな。まあバトルログで破壊されたフォロワーを確認していただくと分かるんですけど、ギルガメッシュ7回死んでおります、はいはい、あそんな死んだのギルガメッシュ。君のネクロマンスも相当溜まった。ギルガメッシュで、ギルガメッシュに殺された。よっしゃいいリアリメイトだったよ。おう、はい、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。いやギルガメッシュ強かったね。7回も死ぬと思わなかったけど。8回目で倒せましたけどね。あもう過労死ですよね。出てきては死に、ね、死には出てきて、はいはいはい、出てきたと思ったらウルズで殺されてきて。かわいそうに。エルフだったんだけど、うん、あのエレファントとかをちょっとね入れづらかったのよ。まあそうだよね、うん、1回死ななきゃいけないってことで、うん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 、出して置いとくことになるもんね。そうそう、一回置いとかなきゃいけないから、うんうん、それにしたら10コスきついかなと思って。でもとにかくもうフェアリーさえ殺されればいいやと思って、とにかくフェアリーをサポートする使役者とか養成教で、うんうんうん、まあまあ行こうと思ったんだけど、まあ長引いたらもう多分勝てないだろうなっていう気持ちがあって、でもまあ結果長引いて、ああダメだみたいな。なるほどね、うん、
あとびっくりしたのがあの、はいはい、ロキエルフクイーンってあれなんだね2回目はね、なるほどね、墓地3章だからね、墓地をゼロにそうゼロにして回復してゼロにして回復なのか、そうまあでもどうなの、なんか他に選択肢あったなの時、いやなかった、もともとエリンのために入れてたんだよね、あそうなんだ、エリンでやるとロキエリンか、まあ、PP が2回復して6回復するから、ね、あ確かに強いわ、あまあロキエリンでどうにかこうにかと思ってたんだけど、おエルフクイーンでもいいじゃねえかよって出したら、うん、全然よくなかったまあ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 あそこででもエリーいなかったしな、そうね、あの状況では使わざるを得なかったから、あなるほどね、うん、まあ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 、はい、でもね、まあ、もっとまたリアニメートカード増えたりとかね、したらまたやってみてもいいかもしれないし、ねうん、面白いと思う、一度死んでからっていうのはなんか制約としてはなかなか面白いから、ねうんうん、結構重いコストが入れられないじゃん、そうね、あそこのデッキの作り方とか難しいし、うん、確かにイージス面白いねイージス絶対攻撃できない絶対攻撃できないどう頑張っても死ねないからね、まあ、常にね場にいてくれて、あのあまあ、ね、バノホロの処理をするっていう、やり方でイージスさえ弱いかもしれないけど、そうね、うん、じゃあ皆さんもよろしければやってみてください。はい、そうですね。はい、ということで、今回はここまで、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。